やっぱりね、スマイルっていうか、いつもね前向きでいて明るく笑ってるって重要だよなって思うんですね。でその分スマイルしてるも怒ることも多いんですけどただやっぱり心がけてね、何でもね明るく笑ってる、スマイルの中でね、こういろんなことをやっていく。人に会うときはやっぱりまずスマイルから入るんだろうなって思うんですよね。もともとこわもてだから、もともとそんなあれだからなるべくそういう風にしなきゃいけないとか思って、実はそうするとね結構なんか楽しいですよね。何もかもがやっぱり楽しいっていう風にしていかないとどうしようもない。だって同じことだって辛いと思えば辛いしね、でけど楽しいと思ったら楽しいですもん。僕はあんまり自分の能力に自信を持ってないのね。そんな大した人間じゃない自分でも何か与えられているものはあるに違いないって思えばね、それはそれでいいじゃないかって思うわけですよ。ビジネスの中で生きる人間であればそんなにやっぱりそのパッと分かるものでもないわけだから、やっぱりこう自分ができることを一生懸命やるっていう以外は、あとはもう前向きにスマイルしてね、みんなと一緒に気持ちよく楽しく仕事ができたら、これが一番ベストでしょ、と思います。何でも前向きに考えることだと思うんですよ。悪い人との出会いを本当に感謝できるかっていうのは自分の思いだけなんですよね。ちょっとした差でしょ。だって本当に嫌な思いして、ああもう最悪だったり、もう思い出したくもない、嫌だ嫌だって思い続けたら本当に暗くなるけど、いやあの人に会えてラッキーだったって思えたらめちゃめちゃ楽しいじゃないですか、人生ね。これで失敗したらどうしようとか言ってすぐ暗くなる人っているでしょ。でこれで自分が落っこちたらどうしようとかね、このままいてね、うまくいかなくなったら自分はどうなるんだろうって、そういう人は不幸な人なんですよ。次の自分見て、今あって素晴らしかったことには感謝して、次のステップはまた新しい自分だから一生懸命頑張るっていうだけだと思うんですよね。